は前に前下がりにここにもみを出したかったので、ここは残して、であのモデルさんが、髪を伸ばし中だったので、襟足は中に入れ込んでしまって、ここに、丸みを出すように、かぶせるようにしました。とカラーは、ちょっとツヤが欲しかったので、ちょっと赤系の4号と3号を混ぜて、赤すぎないように、ソフトタッチで染めました。で前髪はちょっとウィッグなんですけど、少し違う色で前髪を強調したかったので、少し色っぽい感じの前髪を使って立体感を出しました。でかなり昔の60年代とか70年代ぐらいの、可愛い女の子っていう感じを出したかったので、目もがっちりメイクして、目を強調させたかったので、他のメイクは、色味がないように、眉毛も描かないようにしました。前髪は最初全部下ろしてたんですけど、ちょっと重かったので、M バンドにして、ちょっとウルトラマンみたいにすごく、モデルさんに合ってて可愛いと思います。以上です。はい、ありがとうございます。はい